取引先企業がトヨタ自動車へのお中元をやめます。トヨタの取引先企業およそ350社で作る2団体が会員企業に対し、トヨタの役員らにお中元やお歳暮を送る慣習を自粛するよう要請したことが分かりました。自動車業界で競争が激しくなる中、コスト削減に努めるトヨタ側が慣習の見直しを要請し、取引先が応じた形です。日産も20年前に同様の方針を発表しています。自動車業界で贈り物をやめる動きが広がっています。